好きな YouTuber、たま様とぶーちゃんです。はい、というわけで本日もね、やっていきましょう。はい、希望のある話希望に向けて話していきましょう。僕らはライトをパンパン上げてますけど、そうね、なかなか店熱くなってきましたけど熱くなってきました汗ばむよこれねはい、本日もね、50コインで買える希望、はい、ね、ワードいきます。はい、本日の言葉はですね、こちらですね。はい、まだダメだ、そう思えるなら次に行ける、うん、はい、まだダメだ、そう思えるなら次に行ける。ちょっと言葉的にはこう分かりづらいかもしれないですね。すごい音の韻がいい感じで今聞きましたけど575なのかなみたいな感じで今受けちゃいますけどまだダメだ、そう思われたら次行ける行くみたいな すごいなんか語呂的にでも言葉的にはすごいなんかでもストレートで分かりやすいですよね。あ、これね、うんうん、なんかまああのいろんなパターンがあるんですけど、なんかその限界ってものはね、もう超えられない、まあ限界を超えれることもあるし超えれないこともあるんですけど、うん、なんか絶対的にダメなもの以外は、例えば自分が仕事で何かこれを習ってます、まあ今クオリティ的に言うと10のうちの1ですとかなって、まあ2になりました、3になりました、で3で1回つまずきますみたいな、うん、あまだダメだ、10になってない、でもそう思えるならまだ次に成長できるんじゃないのって、捨ていけるんじゃないのって、その気持ちがあるならいけるんじゃないのっていう今の言葉ですね、うんうん、これはやっぱり自分の中でこうできることって、うんうん、まあ、例えばジャーナル的にこう、まあ、部長が例えばこれから楽器習います、ね、うん、レベル1から始まって、ね、矢部富さんが100だとしたら、うんうん、あそこまで行くから相当長いこうバミーの頂上みたいなね、感じかもしれないし、もういけないかもしれない逆にね、うん、でもある程度はいけるじゃないですか、やっぱり、うん、ね、半分かそれぐらいまでいけるかなみたいな、普通に弾けるようになるかなとか、ギターソロできるようになるかなとかね、うんうん、例えば分かんないですよ、例えば極端な例えですけども、って言った時になんかもうこれでいいやっていうところは絶対人間あるんですよね、うんうん、なんかこの辺でいいやっていう、俺もそうなんですけど、ある程度できるようになったら大体飽きちゃうっていう、ね、飽きやすい立場なんですけど、まあクオリティを求め続けることってやっぱり進化かなって思うんですよね、うんうん、人間の中で。だから例えば仕事とかでももっとうまくできるとか、うん、もっとこうしようって考えたりとか、僕は最初そのやっぱり接客業、まあ、やってとかもそうですけど、まあ、自分の店やった時にやっぱり毎日反省するんですよ、うん、まあ、帰り道でやっぱり出た時は帰り道とかで、いや今日はあそこの接客でもっとこういうことできたなとか、いや次はこうしようって、こうやったらもっと笑えるんじゃないかなとか、うん、あの時もう一言あればよかったなとかいうことを、例えば1年365日、まあ、働いてる日数ね、うんうん、350日とか分かんないですけど、まあ、あったとして、それを考えてやってる人と、何も考えず、あ、今日楽しかったなって終わってる人だと、うんうん、すごい差ができると思うんですね。それがたった1のことだったとしても、350個ぐらいは、俺はもう、うんうん、積み重なってるんですよ。でも何もしない人っていうのは、ここのままずっと行くわけですよね。うんうんうん、だからそれって、なんかすごい大きな差があると思うんですよ。でなんかやっぱりなんかそのまあ見てる観点の違いではあるんですけど、まあ作業的なものってね、なんか覚えればできるじゃないですか、うんうん、大体相当バカじゃない限りは多分できると思うんです、うんうん、すごい難しい技術職とかね違いますけど、うんうん、なんかこう、あ、これじゃあブーちゃんああいう時は灰皿持ってってとか、こういうコキダス持ってってって、うんうん、ね、バカでもできるじゃないですか、うん、でもただ持ってくだけでもなんかコンって置くのかどうぞって置くのかはだいぶ違いですね、うんうん、なんでそれをするのかってことが分かってるっていうことに対しても違いますよね、中身はね、うんうんうん、なんかやっぱりなんかその人と接した時になんか人に気持ちよくなってもらいたいと、気持ちよくなってもらって、あ、ありがとうって反応が返ってきたら気持ちいいですよね、うんうん、でそれってクオリティだと思うんですよ、仕事のクオリティでもやっぱり人生のクオリティでもあるかなみたいな、うんうん、なんか接客業をやってることでそういうのを覚えていくことで人を気持ちよくさせることを知っていれば、気持ちよくさせてもらった人もやっぱりそれに対して返してくれるじゃないですか、うんうん、なんだてめえとかならないですよね、うん、まあそういう人も中にはいますけど、なんかその中でやっぱり自分の中でこうまだダメだまだダメだって、なんかその甘えないでね、なんか自分の中でこう求め続けることで、そう思えるならまだまだ次のステージへいけるよっていう、ランク的にねこう上がっていくよっていう話ですよね、うんうん、部長でもそういう体験は多分してると思うんですよね。まあそうですね、まあもう雑草根性ですよね踏まれても踏まれてもた、ね、まあね、だるまとかも転んだら起きるからねっていう話とかもありますし、ね、ああいう感じなのかなと思いますし、僕基本的に
グランツーリスモっていうゲームをやってて、はい、あのすっごいハマってたんですよ、うん、今ちょっとできなくなっちゃってあれなんですけども、うん、あのドリフトカーを自分で作って、うん、それでなんかコンテストみたいなのをダウンロードでやってたりするんですけど、あまりにも凝りすぎて1日4時間とか5時間とかそのセッティングだけで時間かけてそのまんまコンテスト出たらで何位とかになりたいじゃないですか、やっぱり、うんうん、まあね、上位ランキングね、うん、そしたら一応100位以内に入ったんですよ。おお、これだこれなんだよまあまあそれは自己満だけど、まあ自己満ですけど、まあ、でもそれをこう積み重ねてって、うん、ポンって出たものが、うん、その成果になったりとかもするんで、うん、まあこれはでもね、なんか心理的にやっぱり同じなんですよね。第2話やってるんでしょうね、うん、やっぱりゲームもそしかり、まあ、その人生もしかりっていう部分はあると思うんで、うん、それはなんかクオリティを上げていくと、やっぱりなんかその自分に返ってくるものが大きくなってくるっていう、うんうん、まあね、まあそのゲームだったら、まあそういう上位ランキングとかっていう結果だけど、うんうん、まあその仕事に対してもそうだし、仕事でもやっぱりね、クオリティが高くなっていけば、なんかね、その自分のあの役職が上がっていったりとか、うんうんうん、まあ認めてくれる人が多くなったりとか、あとまあ友好、まあ友達関係とかあったら、なんかそういう友達がいっぱい増えたりとかっていうことだとは思うんですよね、うんうん、だからそういう部分のクオリティを上げていくっていうのはすごい大事だなって思うんですよ、うんうん。でまあ、あとその中で、まあ、あの妥協しないでっていうかね、自分の中でまだダメだまだダメだってもっとできるっていう自分を信じていけることっていうのが大事で、うんうん、まあ、そういうのってまだダメだってやってって1だったものが2になったら1の時でも自信あるよねって、うんうん、1はもう下だよねって、で3になったらもっと1と2は下だよねって、うん、っていうその中実績がちょっとずつのものが本当に自信になっていくと思うんで、だからまあ上を見たらもう何でもキリがないじゃないですか、うんね、こうすごい開きがあるなって人を見て、でもまあそこに行きたいと思ったんだったらまず1段目から2段目に上がんなきゃいけないっていう、うんうん、だからここだけ見てたらここで足元救われるよっていう、うん、お前まだ1だからねって、2に上がってから言いなさいって、うん、2に上がったら1のことは言えるよって、でも1の時は1のことは言えないよねって、同じなんだからっていう話だと思ってるんですね、うんうん。まあ、あの僕の前の職場の話ですけど、まあ、介護業界的にあのケアプランって立てるんですけど、うん、結果この人がこうなったら一番だねっていうやつを立てるんです、うん、まず、うんうん、でも今この段階だからこれにどうやっていくかみたいな、うんうん、ゴールに、それがターゲットとゴールっていうんですけど、うんうん、ゴールは結果最後です。ターゲットはそれに近づくための階段の一歩ずつのところをターゲット、うん、ターゲットっていっぱい作っていってゴールに近づいていく、うん、なんかそれなの、それもなんかこういう話に近いのかなっていうのも思うし、ね、うん、まさにそうだと思うんですよね。だからやっぱりその目的と手段という部分で、うんうん、じゃあ目的があるんだったら手段はどうしようかっていう部分の設定をしていくってことがまず大事かなってい う、ね、じゃあこういうことが上手くなりたい、じゃあそういうふうにしましょう、ただそこに行くためのものはこういう風ですっていう手段がいっぱいあって、うんうん、今なんてネット社会だからそういうのあさったら5万と情報出てきますねネットで話してる人もいれば、うんうん、ね、書いてるものもあればっていう中で、うん、まあそれが自分にできるできないもあると思うけど、なんかできないことをできるようになるときって一番大変だと思うんですよ、うん、0を1にするときってすごい大変で、うんうん、1あるものを2にするのはすごい簡単なんだけど、なんかそこの部分もまず葛藤もあるしね、なんかその部分でまず1になってからこう2に上がるために、2になってから3に上がるために、でも4で1回つまずきました5に行けませんってなった時にまだダメだ、でもそう思っているうちはまだ次にね、うん、トライできる精神があるうちはまだいけるよって僕は思うので、うんうん、ぜひくじけずに頑張っていただきたいと思いますね、はいはいはい、というわけでね、本日もそういう感じで気に入っていただけましたら、今度ね、あの50コインで超える希望、50コインで買える希望、はい、ね、スタンプ買っていただきたい、はい、うん、そしてこの動画が気に入っていただけたら高評価、はい、そしてよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、すすきの YouTuber たま様とブルちゃんでした。したっけ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。